ゴーカーチャンネル。もちろん、パワーユニットの変更が大きいわけですから、全体的に車の印象フィーリングがそんなに大きく変わるってことはないと思うんですけれども、例えばここで交差点曲がりますが、ステアリングのフィーリングですね、ハンドルをこう回した時のフィーリングも、やっぱり非常に軽くて、どんな方でも扱いやすくなっているというのは、これはもう改良前から変わっていません。じゃあ一回ここでね、ダイナミックにしてみましょうか。ダイナミックだとより回転を上げながらスポーティーに走れるということだと思うんですけれども、まあ、今踏みましたが、まあ、やっぱり先ほど申し上げた通り、この重量感だと余裕がシャクシャクというところまではいきませんが、まあ、これで十分だろうというふうな印象だと思います。まあ、でもやっぱりこの車であまりそのスポーティーに乗るというよりかは、どちらかというと快適に走りたいなというような印象が強いかなというふうに思いますね。そうですね、速度がちょっとこう乗ってくるとしなやかな感じも出てくるんですが、ちょっと街中での乗り心地がもう少ししなやかで気持ちいい方がいいかなというふうな印象はありますね。あまりマイナーチェンジ前はそういうこと思わなかったんですけれどもね。ひょっとすると、でも前も4陸道乗ったんですけどね、前は T5 だったんですが、多少その全体的な、まあ、リチウムイオンバッテリーを搭載したりだとか、多少そういうので、チューニングは変わってちゃったのかもしれませんね。ちょっとこのあたりはよくわかりません。そしてこれはまあオプションだと思うんですが、カーペットがオレンジ色になってますけれども、かなり、個性的な印象ですが、まあこれもマイナーチェンジ前から用意されてますけれども、ちょっと変わった印象がいいという方はこれもいいと思いますし、まあ普通の黒いのもある、この R デザインにはあるデザインだけのオプションだと思いますんでね、普通のものが良ければ普通のも選んでいただけるというわけです。で、まあ X40 は私はもう2年前のゴーカーオブザイヤーという、私が1年間取り上げた中で一番いいという車で2位を選んだんですね。1位に選ばなくて、で、まあ、その頃言ってたのは、まあ、ディーゼルがこの車には設定されてないのが残念だというようなことも一つあるんですが、まあ、今回このマイルドハイブリッド化に際してですね、XC60 の時にも申し上げたんですけれども、効率電動化というふうにかなりメーカーとしては言ってるんだったらば、もっと効率を高めたパワートレインになって出た方が感激しただろうなというふうに思うんですね。それはどういうところかというと、まずアイドリングストップが入るのが、今もこれ完全停止した状態じゃないと止まらないんですね。で、マイナーチェンジ前は確かこのエコモードにしておくと完全停止前にかかったはずなんですが、それがなくなっているということ、それから他のメーカーではもうパワーをほとんど必要としないときにはですね、エンジンを止めちゃうと。この 48V のバッテリーで、ある程度賄って、あとは惰性で走らせると、いうようなところまでやっているメーカーがあるにもかかわらず、この車はそこまで行っていないというのは、やっぱり物足りないところかなというふうに思いますね。で、この車も、エンジンが今回新しくなって、気筒吸止がついてるんだそうですけれども、まあこれは一つボルボの思想なのでそうなのかもしれませんが、だいたいその今4気筒で走ってるか2気筒で走ってるかっていうのが、何かしらでドライバーに分からせてくれると嬉しいんですけれども、それが分からないんですね。で、まあ多分
わかりませんけれども、ボルボの考えとしてあまりそういうのを運転中に見るのは、安全にはつながらないという考え方からそういう風になっているのかもしれませんが、でも今得しているのかどうかっていうのは、このドライバーは見てみたい気は、私は個人的にあるんですね。そういうのを見ると、そのあたりもなんか表示が欲しいなと、こんな、改正しているこんなちっちゃい表示を作るぐらいだったらば、そういうような表示があってもいいし、これもこんな程度だったらあんまりつけても意味がないんじゃないかなと、もうなくてスッキリなのか、改正今してるからいいんですよっていう風なのをもっと分かりやすくするのか、今2気筒ですから燃費いいですよというような表示にするのかですね、何かもうちょっと表示系で、あってもよかったんじゃないかなという気がします。特にこのメーターは液晶が採用されていて、右側のメーターが今はこれエコーモードなのでエコーメーターになってるんですが、これも何かその多少色が変わるとかでね、今2気筒になってますよ、4気筒になってますよっていうのが、これもいらない人もいるといけないので、液晶なんですから、オンオフができるような機能がついてたらもっと面白かったのになというような印象は個人的に抱いていますね。そうですね、やっぱ完全停止しないとアイドリングストップには入らないんですよね。これがなんかここら辺の効率をもっと高めていけばもっといいなというふうに思うんですけれども、今回もこの車のカタログの燃費を見てみると WLTC モードで 12. 点いくつという数値なんですね。まあ、4輪駆動で 1.7 トン級の車ということを考えればまあまあ検討と言ってもいいのかもしれませんが、でもなんか物足りないなという気がするんですよね。もっと電動化を推し進めているというふうなアピールをするんであれば、より効率を高めてユーザーにもっとメリットがあるですね、ものにしてもらいたいなというふうに思います。特に私はこのもうしつこいようですが、ディーゼルがないのが本当に残念で、いくらマイルドハイブリッドのガソになったからとはいえ、ガソリンで長距離乗ったとしても、ディーゼルの経済性には到底及ばないんですよね。そういう点からしても、もっとガソリンの方のマイルドハイブリッドも効率を高めてもらいたいなという印象は強く抱いています。じゃあここでもう一回、コンフォートモードに戻しましょうね。戻しましたが、これがインディビジュアルというのがどういう風に切り替わるかっていうのを、これナビゲーションじゃないですね、これがねなかなかまた覚わるのが大変なんですが、インディビジュアルの内容を変えることができます。でドライブモードっていうのがあって、ここで、メーターをエコかコンフォートかダイナミックかステアリングパワーを低中高かパワートレインをどれにするかブレーキ特性をどれにするか、エコの温度調整とスタート&ストップっていうのをこう細かく設定することができるんですね。ここで設定したものがインディビジュアルというのにするとその自分のお好みのものになるわけですから、ステアリングの重さなんかも今3段ありましたので切り替えることができるんですね。そういう細かい設定ができるというのは一つやっぱりいいところかなという感じがしますね。やっぱりまあこれは豪華チャンネルでいつもまあ言ってることではあるんですけれども、 SUV、いわば背の高い車で、重心位置も高くなってしまいますから、車の揺れというのはどうしても大きくなってしまいます。でこういう、若干路面が荒れているようなところでもやっぱり、揺れが大きいのと足回りでちょっと吸収しきれてない印象というのが、何かもう少しここのあたりは改善してもらいたいところですね。あまり初期のものに関してはその乗り味に関して不満、むしろなかなか気持ちのいい乗り味というふうに思ってたもんですから、なんか今回乗ったフィーリングは違うので、ちょっとそのあたり戸惑っている部分も、少しありますけれどもね。まあ、最近ちょっとやってるテストですが、15キロぐらいで走って車の揺れがどんなものかっていうのを一回見てもらおうと思います。では15キロにします。こういう揺れ方です。やっぱ背が高いですから揺れますよね。結構揺れるのは揺れます。まあそれは当たり前なんですが、これぐらい揺れますね。まあまあ
ふにゃふにゃして、不安感があるかというと、これぐらいの速度ではもちろんそんなことは感じないんですが、やっぱり背が高い車ですからね、揺れるのは揺れますね。もう一回やりましょうか。今、まあ、20キロぐらいでちょっと早めですが、こんな感じです。やっぱり SUV の車っていうのは重心値が高いですから、そういう多少の揺れっていうのはあるなというのは、改めてセダンとかに比べるとやっぱうんと大きいなっていうのは改めて感じるところではありますね。で、まあ、今回の試乗ではできませんでしたけれども、先進運転支援もしっかりついています。まあ、これはもうボルボの場合はどの、クラスの車であっても差別をつけずにやってるっていうのはいいですし、ステアリングアシストまでするパイロットアシストもしっかりとついています。でこのあたりも非常に魅力的ですし、何よりボルボがいいのは先行車の速度が見えるんですね。これが他のメーカーもやってほしいんですけれども、なかなかそれやってくれない。今前の車がだいたい50キロぐらいで走ってるっていうのが見えるんですが、なってるとねいいなというふうに思うんですけれども、なかなかこれは他のメーカーないもんですから、これは一つボルボとしての、魅力の一つかなというのを、お伝えしておきたいなというふうに思います。まあ、でも今もいろんなメーカーから SUV が出てきて、本当に競合がひしめいています。エクシオン10が出た頃はもうこの車かなりいい印象だなというふうに思ってましたけれども、他のメーカーからもどんどんいろんないいものが出てきたり改良がなされたりしてますので、エクシオン10もですねどんどんこう改良をして、他のメーカーに負けないようなですね車っていうのに、していてもらいたいなというふうに思います。今回私が感じたのはやっぱり乗り味の件、それから効率をもっとパワートレインで上げてほしいというようなところで期待をしたいなというふうに思いますが、今回はプラグインハイブリッドも新たに追加されましたので、また試乗車がありましたらそちらも取り上げてご紹介していきたいというふうに思います。はい、ボルボの XC40 に試乗をしてまいりました。 B4 ですね、マイルドハイブリッドのモデルですけれども、まあ、久しぶりに XC40 乗りましたけれども、まあ、そつなく仕上がってるなというような、印象でしたけれども、なんか最初のところはもっと、まあ、距離が乗ってないからかもしれませんけれどもね、タイヤは235の50の19インチ、あ、コンチネンタルだから余計に硬く感じたのかな、そんな印象がありました。もう少し個人的には路面の凹凸を、吸収してくれたような気がしたんですけどね、マイナーチェンジ前は、まあ、いろいろ改良が変わっているのかもしれませんけれども、ちょっとそのあたりが気になりました。それから、まあ、試乗中に申し上げましたけれども、これは XC60 の時にも申し上げましたが、マイルドハイブリッドを推し進めてるんであればもっと効率を高める部分っていうのはあると思います。まあボルボとしても多分そんなことは分かっていてこれからやっていくんだとは思うんですが、初物にしてはちょっと物足りないなというのが事実ではありました。でも車としての完成度っていうのは相変わらずよくできた印象で、乗っててもなかなか気持ちいいですし、この車はね4輪駆動ですから、今日はあんまり4輪駆動が役に立つような路面状況じゃなかったのでそのあたりは分かりませんでしたけれども、ちょっと滑りやすい路面、雪道などではこの4輪駆動というのは一つ魅力的だとは思いますが、やっぱり軽快感という点からすると全輪駆動の方があるのかなというような印象はありました。でこれは以前ライブ放送でお話したかもしれませんけれども、実は XC40 が出た当初はですね結構いろんな仕掛けが面白くて、まあ、試乗中に申し上げましたゴミ箱とかサイドポケットとかグローブボックスのところのフックだとか、そういうところもいいですし、何よりもこのコンパクトな車でですね後席空間が結構広いと、足元空間が結構広いというのも魅力的で、いいなというふうな話はしたことあるんですが、トランクルームもかなり広いんですね。で、出た初期のモデルはこのリアの部分からスイッチを押すことで後席を倒すことができたんですが、これ途中で なくなっちゃいましてね、これがちょっとやっぱ不便になったなと、でまあこれは一部そのライブの視聴者の方が聞いた話によれば、安全性のためだというふうな話なんですけれども、そんなことまでメーカーが面倒見なきゃダメなんですかね。そんなことはユーザーがちゃんと気をつけてやれば、利便性をもっと考えればですね後ろから倒せるのがもともとできたのにそれができなくなっちゃったというのはとっても残念だなと私は個人的な意見として思っています。まあでも
ボルボは私も今乗ってますから、いい車っていうのは分かってますので、気になる方はぜひご試乗いただきたいと思います。気になる方はボルボカー中川、三重県の方はボルボカーツにお越しいただきまして、ぜひこの、XC40、まあ、含めいろんなボルボ最近全部マイルドハイブリッド化しましたか、乗っていただければ幸いでございます。今回もゴーカーチャンネルをご覧いただきましてありがとうございました。